うまさ福島ゆきなです。生理現象前田優香です。誰だって死ぬんやし、ゆきだって死ぬし、優香ちゃんだって死ぬで。残された僕たちのこと、僕たちのこれからのことを。はい、私たち劇団4ドル50セントが、LINE ライブから5月17日から続けてきて、その続きというかのを公演でやるんですけど、まずは緊張でいっぱいです。私たちが舞台をするのが半年ぶりになるんですけど、みんなでまたこうやって舞台ができることにすごく嬉しく思っていて、見に来てくださるお客様に、何か一つでもなんか持って帰っていただけるように、私も一公演一公演大切に演じたいと思います。今回この台本をもらった時に、私たち自身みんな自分の役で今回舞台に立つんですけど、普段じゃこう周りで劇団員同士で言わないこととかを今回言わなきゃいけなかったりするシーンとかがあったりして、私はすごく今回の台本がやりたくないなって思ってた時期が長くて、ちょうど本当にこのステージに立つようになってからなんですけど、逆に台本を通して言えることが自分を変えられるきっかけになるというか、嬉しいことだなっていうふうに思えた瞬間がこの2日間ぐらいであったので、何を持って帰ってもらってもいいので、お客さんも一緒に考えてもらえる舞台になったらいいなって思ってます。ここまでのやっぱり結構出させていただくのはこう劇団でもう初めてのことなので、もう精一杯もう迷惑をかける勢いでかける、そのみんなにこう影響をどん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 、俺だ俺だって、俺だでいきます。そうですね、でもなんか私も随分変わったなとは思っていて、まあいろいろな状況でいろんな環境でなんか劇団を旅立っちゃった子もいるし、でもなんかなんかでもそれは私たちもなんか応援しなきゃいけないし、なんかまだなんかこの劇団ではないけど、でも別のところでまだこの芸能っていう世界で続けていたいっていう子もいるので、なんか一緒になんか今後私たちもなんか頑張って一緒にお仕事できたりとか、あとプライベートで個人的に会ってる子たちもいるので、なんかそういう感じでみんなで闘志を燃やして頑張っていきたいなっていう気持ちはあります。いつかね、はい、共演できることを夢見て。そう、そうなの。劇団立ち上げからは9人だって、特にこの2ヶ月で6人ぐらい抜けられてるかと思うんですけど、やっぱりこの、まあ、この2ヶ月で6人抜けたことは悲しいです、正直。で、辛い部分もいっぱいあります。まあ、最初に比べて最初31人からスタートさせてもらって何人か抜けてって、結果今男子は5人という形になって半分いなくなっちゃったんですけど、人としてはサポートはできたけど、いろんな面で、まあお金の面やらいろんなことやらでサポートできない部分があった部分、それで失っちゃったのはすごい悲しいんですけど、その人の人生なんで、自分たちがその後どうこう言えることはないかなということなんで、で改めて他のことも一生懸命俺は応援してあげたいと思うし、本当にさっき言ったように他で共演できるのであれば一緒にできたらなと夢見てます。はい、いなくなって、はい、私ももちろん悲しいです。もう最初の31人で目指すつもりだったので悲しいです。なんか自分にめっちゃ責任も感じます。ああ私がこうしてた、はあ、こうしてたらなとか、私がなんかやっちゃったのかなってすごい責めちゃう部分もあるんですけど、でも本当にその子の人生だし、私たちも売れてその子たちも売れて、結果いい景色がお互い見られたらなって、すごい夢見がちなんですけど。元劇団4ドル50セントって使ってもらいたいよ ね、逆に周りの辞めたメンバーにも元劇団4ドル50セントでしたって言ってもらって、自信持って行ってもらえたらなと自分たちは思います。なんだろう、こいなくなったメンバーも含め、なんかこのメンバーになったからこそなんか頑張っていこうというか、そういう気持ちがさらに深まったんじゃないかなって思います。